Taking Back Sunday はアメリカ合衆国ニューヨーク州のロングアイランドで結成されたオルタナティブロックバンド。1999年ロングアイランドにて Taking Back Sunday 結成。2001年レイシーがバンドブランニューで活動するため脱退アダム・ラザーラが加入した。この時ラザーラはボーカルではなくベースを担当していた。 2002年にはロンゴがバンドを抜け、ショーン・クーパーがベースとして加入。この時からアダムがボーカルとして定着。メンバーチェンジを繰り返し、2002年3月にデビューアルバム、テル・オール・ユア・フレイズリリース。2003年、ノーランとクーパーがストレイ・ライトランでの活動のためだったい、公認としてマッシェリーノとルバノが加わる。2004年7月、セカンドアルバム、 Where you want to be released? ビルボード200で初登場3位を記録。2006年4月、ワーナーブラザースレコードから発売したメジャーデビューアルバム、ラウダーナウがビルボード200で最高2位を記録し、現在まで90万枚以上を売り上げ、ゴールドディスクを獲得。同年8月、サマーソニック A6 にて初来日する。2007年、 リンキンパークが主催しているミュージックフェスティバルプロジェクトレボリューションに出演しリンキンパークやマイケミカルロマンスなどと共演した同年10月フレッドが自身のバンドザ・カラー・フレッドでの活動にあたってバンドを脱退2008年にフェイシング・ニューヨークで活動していたマット・ファジが加入2009年6月フォースアルバムニューアゲインリリース ビルボード200で初登場7位を記録。同年6月に公開の映画トランスフォーマーリベンジにてフォースアルバムから楽曲キャピタル ME がエンディングテーマとして起用された。テイキングバックサンデーはトランスフォーマー映画シリーズのサウンドトラックに3作連続で楽曲を提供しているが映画本編で起用されたのは2作目からである。 2010年3月、ルバノとファジがバンドを離脱。公認として、初期メンバーのノーランとクーパーが、バンドに復帰し、デビューアルバム時のオリジナルメンバーに戻る。2011年6月、5枚目のセルフタイトルアルバム、Taking Back Sunday をリリース。2012年、デビューアルバム、t e オ l All y o u f r i e n d リリース10周年を記念し、同アルバム全収録曲を演奏する。 全米ツアーを行った。2013年6月には、同ツアーでのアコースティックライブの音源を収録した、アルバム、タイフジュンを、バンドの公式サイトにて配信した。2014年、バンドは、ホープレスレコードへ移籍し、同年3月に移籍第1弾、通算6枚目のアルバム、ハピネス・イズ・オリー・ディリース。同時期から4月下旬にかけては、 同じく4月にアルバムをリリースするザユーズドとの対バンツアーを観光する予定。ありがとうございます。